してね。よし、イエーイ、ナイスサーバー、よし。あーあーあーおYou got it!
なんかさ、アリが行った次の日絶対勝つんよね。なんやねん、昨日買ってくれよ、昨日買ってくれよ。はい、ちょっと今日は淡々と喋っていきたいなと思うんですけども、今日は連敗を脱出いたしました。よかったよかった。はい、今日で、先発加藤さん、もうすっごい頑張ってくれましたよね。ね、一つでも多く勝ちがね、ついてほしいなと私自身もね、思いますし、今日勝ちがついてよかったなと思います。ナイスピッチング加藤さん。その後ね、大西さん、星さん、しみのぼさん、田口さんのね、無失点リレーで、しっかりとね、加藤さんの勝ちを守ってくれました。星さんがね、すっごいキレキレでしたよね。まあね、でもね、なんか今日勝ったけどさ、勝ってまあもちろん良かったし、やっぱ連敗脱出して、やっとね、勝ったっていうのがね、良かったんですけどもね。やっぱね、その、チャンス作って、1点しか取れてないんですよね。まあその欲が出すぎてるっていうのもね、あるかもしれないですけどね、私が。でも1点しか取れないんですよね。やっぱノーアウトからチャンス作っても1点しか取れないんですよね。あの最後9回にね点取ったけど1点しか取ってないんですよ。つながりがねまだかなっていうのはあると思うんですけどもね。勝てたことはねすごいいいことなんですけどもね。やっぱそのチャンスで1点しか取れへんっていうのがね、ちょっとこれからというか、まあこの交流戦、もう次セーブ終わったらソフトバンクやしオリックスやし、1点しか取れないっていうのやっと、やっぱね、接戦勝てないんじゃないかな、私思うんですよね。まあね、今日はピッチャー陣がね、すっごい頑張ってくれたと思います。ピッチャー陣がやっぱ、その、加藤さんも含め、その、リリーフたちがね、ゼロでしっかり抑えてくれたっていうのが、やっぱ今日はね、一番でかかったな、と思うんですけども。やっぱね、打者陣が、やっぱ、チャンス作って、1点しか取れへんっていうのがね、ちょっと私はこの先、心配だな、と思います。明日はね、小沢さんかな？明日は、平さんかー、平さんかー、明日1時からなんでね、皆さん気をつけてください。小沢さん、頑張ってください。打者陣はね、小沢投手をもうね、しっかり援護してやってほしいなと思います。はい、本日もありがとうございました。以上、アリサでした。バイバーイ。